いけるいける。絶対大丈夫。絶対今日も、一人で一時間、話し切ってみせる。ナーバスになるな。いつも通りの俺でいいんだ。リラックスしろ。そうだろ。俺は、ベテランチなんだから。ベテランチの、ベテラジートゥートゥルトゥン、トゥトゥルトゥトゥトゥルン、おい。トゥトゥルトゥトゥトゥルン、おい、トゥトゥルントゥン、おい、おい、おい。あ、すいません、ちょっと。あ、そうか。音入ってたんや。ちょ、入ってるんやった、ちょ、言うといてよ。撮ってるんやった、ちょ。いや、いつもの俺の撮影前の自分を追い込むルーティン。ナーバスになってる自分を勇気づけるルーティン、ちょっと入ってもてました。すいません。ちょっと、もうほんま勘弁してほしい。ほんまに。もう、ほんまに。ねえ、明日イベント。やばい。今週も金曜の夜に撮ってますと。明日イベントだ。ねえ。まあ、ソラーレフットボール始めましてね。イーサリアムでビットコインでサッカー選手を買って大儲けとやっとるんですけども。どうですかね、皆さん調子は。今週は俺はすごかったなぁ。無事ね、青松明4という、まあ、短歌の本。発売となりまして、売れた、バカ売れでした、えらいことなった。うん、書店さんに並んだのが8月の4日とかだったのかな。だから一応あれ、パソコンが壊れちゃうよ。一応先週のベテラジ撮った日は、で先週ベテラジどんなこと話したんやっけ。じゃあんま覚えてないけど、そうか、ちょうど先週紀ノ国屋でサイン書いて帰ってきた日やったのか。そうで、先週の金曜からちょうど紀ノ国屋で売り出して、まあそっから各地の本屋とかにも置かれてみたいな感じでね。はい、青松明4という、まあ今回初めてね、ベテラで聞く人もいるかもしれないんで、あれなんですが、短歌の本を作りまして。で、まあ作ってたのはもう今年の頭ぐらいから作ってたんですけど、やっと本屋に並び始めて。まあ、まだ地方とかだと全然並んでないとことかもあると思うんですけど、あとまあ東京だともう売り切れてる店いっぱいあったりとか。で、めっちゃ売れた。これ嬉しいな。まあ、もちろんそのフォロワー多いからっていうのはでかいんやけど、フォロワー多かったってね、全員が全員本を売れるわけじゃないんで嬉しいですね。で、今まあ、今ちょっと洗面所で撮ってるんですけど、ちょっと事情ありまして、家に藤本くんっていう、まあ通称大阪の18歳というね、僕の切り抜きチャンネルをもともと運営してて、今来週の編集とかも手伝ってくれてるという藤本くんがいるんで、洗面所で撮ってますと。一人ぼっちで洗面所でナーバスになるな。いつも通りの俺でいいんだ。ラジオ聞いてるのは、俺のことをきっちり応援してくれている、きっちりとしたファンだからな。そう。で、まあ本出して、今週ほんまだからサイン書いてたら終わったっていう感じで、何してた？だ、金曜まず、本できて、で、紀ノ国屋に、紀ノ国屋新宿店がまあ死ぬほど注文してくれて、まああんま内部事情とか言ったらもしかしたらあかんかもですが、まあ短歌の本ってまあそんな売れないんですよね、正直。まあ買ったことないやん、みんな正直あんまりと思うから、大半の人は。まああんま売れんくて、で本屋さんまあ5冊とか10冊とかなんですよ、普通入れても。なんですけど、紀ノ国屋新宿店はなんか初回の注文で200冊入れてくれて、まず初回で200冊初版入れますって言って、紀ノ国屋の書店員さんでね、すごい方がいらっしゃるんですけど、短歌の棚を管理されてる、詩と短歌の本棚を全部その人がまあ何やろ決めてるという方がいて、その方が200冊お願いしますとか言って、でまあ200冊入れて、でまあ100冊サインしたんよ、先週の金曜。本ならなんか金曜100冊サインしたら日曜の昼に100冊なくなったらしくて、でもっかい行って、何
冊サインした ?80 冊ぐらいまたサインして。で、さらにもう一回30冊サインしてみた。まあまあね、視聴者が買ってくれてるんでしょうから、まああんまね、生きるようなことでもないんですが、まあでも短歌に興味持ってくれるっていうのはね、きっかけは何であれ嬉しいんで。うん。ほんまになんか、しんどかったなぁ。めっちゃ気使うし。で、先週のラジオで触れた、あの、76社の営業担当の女性の方とまた、サインして回ってみたいなって。で、今日はね、その明日のイベントの動画がなんかギリギリで、なんか動画長すぎるってなって、どうにか短くして、イベントの会場で流せるようにしようみたいな。イベントの会場で普段見てると、あんま長すぎたらだれるから、短い方がいいっていうので、まあ基本合意があるんですけど、愛人の中で。ちょっと撮った動画長すぎて、藤本くんと二人で、ここカットしようとか、ここ、こうしようみたいなんで、4時までやってたっていう。そうですね。疲れたな。なんかでも話すことあってんけどな。そう。で、サインしてて、まずそのサインでもいろんな店回るんですけど、なんか営業担当のその人と書店員さんが絶対ついてくれるんですよね。サインしてる途中で。で、金曜、紀ノ国屋で100冊サインして、で、日曜、76社っていう出版社行って、また200冊ぐらいサインして、で、月火でまた書店さんいっぱい回って、で、書店さん何箇所回ったんや。6箇所ぐらい回ったんかな。で、また合計100冊ぐらいサインして、今週だけで400冊ぐらいサインしてて、で、そのサイン本って、まあ、人によって違うんですけど、まあ、基本はなんか名前入れるだけらしいんですけど、僕結構こだわりあってさ、なんか名前入れるだけでサイン本って言ってなんかプレミアみたいになるの気持ち悪いっていうので、絶対その自分の単価を一種添えるようにしてて、で、その単価添えるっていうのも結構手間かかるんで、あんまいないらしいんですけど、出版社さんの話聞くと。その、で、僕はその、短歌添えるときに、なんか自分の自信ある短歌をその中から選んで書くのが恥ずかしいっていうのがあって、ダサいというか、自信あるの5個だけ書くのなんかダサいなっていうので、前から順番に1個ずつ書くっていうふうにしてて、で、まあそうしたらその、サイン本を、まあなんやろ、いろんなん買ったりとか、なんか見比べたりとか書店さんで中身とかで、まあなんか楽しいかなっていうので、なるべくその、違う種類で書くようにしてるから、もう死ぬほど時間かかって。だから1個書くのにまあ30秒やとしても、100個書いたらどれぐらい ?1 時間。まあでも1時間で聞かんな。100個書いたらまあ1時間半ぐらいかかるな。なんやかんや言うて。みたいな感じでまあ、ひたすらサイン書いてたっていう今週。あと何したんやろな。で、そうサインしてたんですけど、まず、その、営業担当の人といろんな本屋さん回ってサインしてくるんですけど、絶対その書店員さんと、その、営業担当の人が横で見ててくれて俺がサインしてるとこ、まあその時点でまず気まずいんすよ。普通に、なんか俺のために、まあでも向こうからしたら、まあ作家が来てる、言ったらまあ先生が来てるみたいなことなんで、まあ俺からしたら別に何がそんな偉いのって感じなんですけど、小説家とか、歌人とか。まあでも昔のそういう名残というか書店、昔もっと本とかに価値があって、偉い人とされていたという本の著者が、という名残で、まあ名残っていうかまあビジネスマンとしては当たり前なんかもやけど、その、行ったらサイン本書く用の本を積まれてて、でサイン書いてくっていう。まあそれもなんか、まあ正味、その、まあ Z 世代、まあ25歳の俺からしたら、いや、書いたやつ送ったらええやんって思ってまうんすけど、やっぱ、各地の書店さん回って、書店員さんと直接話して、なんだろう、つながりを作るっていうのはまあ大事というか、YouTube は AI が勝手に拡散してくれるから、まあ別にいい動画さえ上げときゃいいんやけど、本屋さんで結局押してもらえないと売れないんで、本って。いくらいい本書いてても、まあ本屋さんに来る人の大半は知らないわけじゃないですか。だから今は僕のフォロワーとか買ってくれてるからそれでいいかもしれないですけど、
その面白い本っていうことでなんか中身で売れようと思ったら、それを知ってる人が、まあそれこそ書店員さんなり、まあなんか書評を書いてる人なりとかが発掘してくれてってならないと広がんないんで、だまあなんかだるいなみたいな挨拶行くの、正直もう5冊とかやね、行ったらその本屋さん置いてあるので、まあそれが一個一個積み重ねるのが大事なんやなっていう、そのなんか大人のこれって大人やなっていう、なんかで行ってほら、うわーこけそう、行って4冊ぐらいサイン書くとか、まあ店によってね40冊サイン書かしてくれるとこもあれば5冊しか書けないとこもあるとかあって、でなんかこれも聞いたんやけど、世のサイン本ってなんかどういうからくりなんやろってずっと思ってたんですけど、なんか著者にメリットないやんみたいな、無料やしどういうことなんやろっていう、高い値段にして売ったらええやんみたいな、それこそ今回ね転売されたけど、俺のサイン本ツイッター見た人やったらわかるけど、なんかねあれらしいんですよね、そのサイン本って返品できないらしくて、出版社に、書店が。で、本って結構返本制度っていうのがあって、売れへんかったら本屋から出版社になんか返ってくるっていう、わざわざ。そう、その返品される、まあ書店もスペース限られてるから、っていうのがあるらしくて、で、サイン本はサイン入ってるからなんかそれできひんらしいね。っていうのがあるから、だから著者側にもメリットがあるっていう、だからそれ売れると思ってサインさせてくれてるっていう、向こうはサイン本書かせてくれるっていうのは、だから言ったらこっちからしたらありがたいことっていう、そうそう、まあだからその俺も転売とかにね怒ったりするんですけどっていうのがあって、でまあそう回っててだるいなみたいな思ってたら、なんかまあでもその書店員さんと編集者さんというか、まあ出版社の方が2人でついてくれてて、で前回そのねラジオで話しましたけど、てかその人ラジオ聞いてるらしいから、ちょっとほんまあかんねんけどこんな勝手に話したら先週あの話した後なんかベテラジ聞きましたよとか言われて、あそうっすかって、何も知らんふりしてそこでなんかすいませんみたいな、あなたの話しちゃいましたみたいな言ったら、もう一生話せなくなるから知らんふりして話してんねんけど、なんかめっちゃ褒めてくれて、その編集室さんがあのサイン中に、で先週はだからあのサイン中に天才ですねって言われたみたいな話したやん。そうで今週もなんか書店さんを回って、その書店員さんとその方と俺で、まあ俺が書いてるのを二人で待ってるみたいな、で二人は手持ち無沙汰やからなんか会話せなあかんから、かといってでも関係ない話すんのもなんか失礼みたいなのがあって、絶対その俺の本の話をしてくれるんよ。でまあなんかその出版社のお姉さんが、お姉さんとしてもないけど自分でお母さんって言ってたけど自分のことなんか、私いつでも水筒持ってますよとってお母さんなのでみたいな言ってたけど、そのまあお姉様がなんか、まあ俺の本褒め出して、書店員さん、まあ三省堂やったかな、三省堂の書店のお姉さんと、まあその編集者の、編集者っていうか編集じゃないな、営業担当のお姉さんと俺で、そのお姉さんなんか、いや、いい本ですよね、みたいな。なんとかかんとかで、かんとかかんとかで、みたいな。まあ、そんな、なんやろな。こびてるとかでもないねんな。普通にいい人というか、優しい方で、普通にいいと思ってくれてて、褒めてくれてるというか。で、まあなんかその、先週話した、その、まあ先週どういう話だったかっていうと、天才ですよねって言って、俺のことを。え、天才って僕以外誰がいるんすかっつって逆に天才じゃない人いるんすかって言って、俺がいじめたっていう、その人その、なんか全員に天才って言うとしないっていう、俺に天才って言うんやったら天才じゃないと思う人の実例を出してくれへんと、そ納得いかへんよっていうのがあって、先週それでそういじめてしまったっていうことがあったんやけど、今週はなんかそのすごい褒めてくれてて、でなんか最初もなんかまあ聞き流してて、でまあその書店員さんもすごい人で、ああそうですよねみたいな、で最初なんかなんて言ったっけな、すごい青春って感じの本ですよねみたいな、うんうん、黙って聞いててサイン書いて、そうですね、で次またそのお姉さん、いやなんかアメリカで100年前のアメリカで書かれた本って言われても分かんないような感じがしますよね、ああまあまあ確かに普遍性があるみたいなことなのかなって、うんって聞き流して、
んで今度なんかコカ・コーラみたいな本ですよねみたいな、うん、まあまあ爽やかみたいなことなんかなみたいな、うん、でまあ4冊ぐらい書いて、今の1個聞き流しては1冊書いてっていうのを繰り返してたら、なんか最後なんかいやこの夏はもうこの本で決まりって感じですよねってそのお姉さんが言って、その瞬間に俺がちょっとすいませんあの〇〇さん、あのこれから僕がサインしてるときに僕の本のこと褒めるのを禁止にしてもいいっすかつってああそうみたいな、みたいな、そんなこと初めて言われました、すいませんみたいな、ちょっと僕気難しくて申し訳ないんですけどみたいな、変に褒められると僕緊張しちゃうんで逆にみたいな、テンパっちゃうんで逆に気使っちゃうんで、ちょっと申し訳ないんですけどやめといてもらっていいですか、いや本当に思ってること言っただけなんだけどなって、いやごめんなさい、それは本当わかるんですけどみたいな、それは全く嘘ついてるとかは思わないんですけど、ちょごめんなさいっつってほんでまあ断って一回やめてもらって、で月曜やったんかな、それが賛成と言ったのは、で次の日またサインせなあかんってなって、朝1時からサインですってなって、てかもう思い出してきた、ちょ忙しすぎて忘れてたけど月曜思い出してきた、月曜ほんでもうサインしまくって、ほんでもうストレスで古本屋で1万8000円分本買って、その帰りに神保町で、これだからサイン本書くのってまあ言ったら無給なんですよ、これみんなそうだと思うんですけど、印税言ったらだからそのサイン本書くことで本の売り上げが上がるっていう制度なんで、これって印税に含まれるサービスというか、これはでこれは多分どこの出版社もそうなんですけど、なんで言ったらまあ無給でそのまあ本作るっていう作業に入ってる仕事としてサイン書いてて、なんかで月曜1万8000赤字っていう普通にでその後なんかうまいもんもストレスで食ってるからめっちゃ金なくなってるんやけど月曜だけで、ほんでまあ火曜もサイン書かなあかんってなって、で火曜が1時にジュンク堂池袋集合ですってなって、でまあジュンク堂行こうかーつって、でもうなんかサインまた書こうかーつって、でまあ起きたら12時40分とかやって、もう俺ん家上野の近くなんやけど、池袋12時40分に起きて1時池袋やったらもう100間に合わんわけ、あーでも終わったと思って、でまあ前の日にでも1時結構早いんで僕きついかもしれませんと言ってて、でまあ僕から連絡あったら起きてるってことなんで大丈夫ですみたいなんで、12時に俺寝ながら LINE してて、これようあんねんけど自分では起きてるつもりでもう寝てんねんけど、おはようございますみたいな LINE だけしてたから向こうも遅れてないと勘違いしてて、でもしゃあないから家降りてタクシー5タクシー4で池袋、あすいません池袋のジュンク堂までお願いします、5000円なくなって、意味ない、サイン書いて疲れて寝坊して遅刻して、うん、で月曜また池袋行ったら、まあ、またサイン始まって、なんか別室みたいなの大体用意してくれてるんで、裏にその控え室というか、まあ普通にまあ何やろいい部屋っていうわけではないんやけど、まあ社員さんみたいな人が裏で事務仕事するような部屋みたいなの会議室みたいな空いてるとこ用意してくれてて、でまあ過去かって言って、まあ純駆動池袋さんありがたいことに結構3、40冊ぐらい用意してくれてたかな、で書いてくださいって言われて、まあ3、40冊書かしてくれるってことはそこで3、40冊売ってくれるってことやから、もうほんまありがたい、もう YouTube で言ったらもうその AI に挨拶しに行ってるようなもんよね、言ったら Google に挨拶しに行ってるのも、書店さんに挨拶しに行くっていうのは、で挨拶しに行ってまたお願いしますとか言って、で純駆動池袋って結構単価の棚充実してるから、まあ俺結構好きでよく行ってんねんけど、まあその書店員さんとは初めてお会いして、まあそれも20代だろう、まあ、20代ってことはないんかな、30代前半ぐらいの、まあ、素敵な女性の書店員さんいらっしゃって、こんにちはとか言って、でなんか、まあ、またサイン書き出して、でもまたしんどいのよ、まあなんか気使うし、向こうも気使ってくれてるし、こっちにで、まあなんか軽い世間話みたいなして、どうですかみたいな、いつから短歌やられてるんですかみたいな、医学部なんですよねみたいな、なんで医学部入られたんですかみたいな、でまあなんか YouTube で過去話したようなことをなんかこううまくデフォルメして話して、でまあなんかもともと短歌とかそういうの興味あってみたいな、
とか、まあ、いろいろ話して。で、まあなんか、話流れで俺が、ちょっとおもろいこと話そうと思って。いや、なんか、昨日ね、みたいな。これ僕、サインなんかするの初めてじゃないですか、みたいな。で、なんか昨日、まあ、気使って、この、社員の、まあ、その営業担当の丸々さんがサインついてきてくれてるんですけど、みたいな。書店員さんと、なんか、僕の本の話してくれてて、みたいな。で、なんか、すごい褒めてくれたんすけど、みたいな話になって。で、まあ、その前にあれかな、その、向こうの書店員さんが、池袋店の愛さんっていう書店員さんの方が、池袋店、純駆動池袋店の、ツイッターで、あの、俺の短歌の感想を書いてくれてて、それがなんかいい感想やったみたいな、なんかありがたかったみたいな話の流れで、そう、なって、で、なんか、まあなんか短歌中から選んでツイートしてくれてたんやけど、それもなんかいいの選んでくれてて結構いいなとか思って。で、その、また話してたら、俺がまあちょっと冗談で、いや、それで昨日ね、みたいな、その、サインしてるときに、この、76社の何々さんがすごい褒めてくれて、みたいな。めっちゃありがたかったんすけど、みたいな。僕ちょっと逆に気使っちゃって、ちょ、なんか、いや、ちょ、僕サイン中褒めるのやめてもらっていいっすかって思わず言っちゃったんですよね、みたいな。まあ、ちょ、笑い話みたいな感じで話したら。そしたらその、営業担当のその、なんとかさんって方が、まあ、ちょ、名前言わへんけど。いや、そうなんですよ、みたいな。昨日私ね、あの、この本ね、すごいいいと思ってね、って。なんかその、スイッチ押しちゃって。いや、まずね、私、この本ほんと、音楽みたいに入ってくるなと思ったんですよ。ああ、でも確かに確かに。でも昨日聞いたんやけど、俺は同じこと。その、池袋の書店員さん、確かに確かに、みたいな。まあ意味はわかんなくても、結構入ってくるというか、みたいな。まあそんなに理解しようとしなくても自然に入ってくるみたいなの。あるかもしれませんねって合図中ってくれて、でそしたらまた全く同じ昨日言った褒め言葉、なんかその思い出しちゃって、あとみたいな、あと私が言ったのがコカコーラみたいだなっていうのも思ってみたいな、なんか全部同じこと言い出して、あと100年前のアメリカの人が書いたって言っても分かんないなって思って、あと映像化映像化したい人とか現れるんじゃないかなって思って、とかもういっぱい褒めてくれて、昨日言ったのと全く同じことで、なんかまた、いやこの夏これで決まりなんじゃないかって思うんですよねみたいな一通り全部同じ、その幕の内定食みたいに同じセットでまた褒めてくれて、俺が あしんどいと思ってたんやけど、その書店員さんが一個一個にそうですねみたいな、でも100年前のアメリカみたいなのもなんか、あーでも確かにみたいな、ちょっと海外の感じがするのもわかりますみたいな。なんか、乾いた感じというか、一個一個にその、書店員さんが、いい合図中ってくれて、なんか全部、いい感じになっていって、なんか、俺と二人で、で、その書店員さんの方が、手抜いた合図で、あ、そうですよね、やったら俺はもう聞いてられへんねんけど、一応その書店員さんが、池袋ではなんか、まあ、これは、三省堂さんの書店員が悪かったとかじゃないで、三省堂さんの書店員さんも、すごい言い方で気使ってくれてたんやけど、これをその、うまく俺のこの、なんていう、俺がこの、めっちゃ褒められて、テンパってるのを、察してくれて、この、ワンバン察してくれてるというか、で、なんか、そうですよねーって言って、で、なんか、まあ、全部になんか、いい合図中ってくれて、そう。で、まあ、一通りその、いい合図中った後に、その、池袋店の書店員さんが、いやでも私は本当に良かったと思いましたね。なんか何にも似てない感じがして良かったですね。って言って。ありがとうなんか、散々そのなんか、映像化するといいんじゃないかとか。なんか、この夏これで決まりとか聞いてたから、なんかその、何にも似てない感じがして良かったっていう、その、別にめっちゃ褒めてる感じではないけど、なんかリアルな感想みたいなのが出てきたのがもうめっちゃ嬉しくて、俺あーめっちゃ本当の感想やーって、いや別にそのこの映像化したいっていうか、する人が現れそうとかも本当ではあんねんけど、嘘ついてるとは全く思わんねんけど、なんやろ、うん、何にも似てないって、なんかこう聞いててこうなんやろ、なんていうの、
落ち着くというか、うん、こう、あ、ごめんごめん、そこまで良くないからってならずに聞ける、ちょうどいいラインの褒めを、なんか、俺に合わせて出してくれたっていう、これがもう嬉しくて、感動したな。好きになっちゃいそうやったもん。いや、なんやこれ。ありがとう。その人めっちゃ面白かったな。あんま勝手に話していいんかわからんから、ちょっと割愛するけど、めっちゃ面白い人でしたね。なんか、でも書店員さんってなんかみんな面白い人やなってめっちゃ思う。その、三省堂の書店員さんもなんか、自分とこの、書店のエプロンみたいな、まあ書店員さんでつけてるけど、そのエプロンになんかスネープ、あのハリーポッターのスネープ先生のピンバッジみたいなと、なんかそのスネープフィギュアみたいなつけてたりとか、なんか紀ノ国屋の人もね、なんかすごい、なんやろ、個性的っていうのもちょっと違うけど、なんかパワーある感じの人、面白かった。てか、そのさ、そのさ、営業担当の人がさ、そのサインについてきてくれんねんけど、マジでさ、めっちゃほんまおだててくれるというかさ、もう大変やった、マジで。なんか、どっかの本屋ではなんか、いや、私、浜松さん将来、お札の表紙になるんじゃないかと思ってるんですよね。いや、何やねん、その、いにしえの褒め方。お札野口英世とか樋口一葉とかの枠、そう、まあまあ嬉しいんかな、わからんけど、なんか、まあありがとうございますなんやねんっていうマジで、おもろかったな。それが火曜か。ほんであれやな、紀ノ国屋でハンチバック超えた。これすごいな。これはすごい。いや、まあでもすごいって言ってええんかっていうのはあんねんけどな。紀ノ国屋新宿店のランキングっていうのがあって、まあそれはまあでもすごいんやろうけど、売り上げランキングみたいなのがあって、で、それがまあ文学の売り上げランキングの1位取って、で、その並びが、まあツイッターにも書いたけど、2位が芥川賞を取ったハンチバックで、で、その下の棚にある文庫の棚の1位は、おしもゆで、文庫の2位が、君たちはどう生きるかやって、俺の本、ハンチバック、おしもゆ、君たちはどう生きるかで4つ並んでたっていう、そう、面白、あったんすけど。しかもそれ2日分やったらしい。その1週間のベストセラーをあれ数えてんねんけど、あれ土曜締めらしくて、俺その金土の売り上げでハンチバックを倒してたらしい。いや、なんか、いかついよね。まあ、紀ノ国屋全体の売り上げじゃないね。で、俺のやつは、まあ、その、新宿でしか買えんかったから、フォロワーの人が新宿に集まってくれたっていう、もちろん、あれはあるんで、まあ、そんな、なんやろ。まあ、正直俺はそんな浮かれるようなことではないと思ってんねんけど、まあ、でもね、皆さんのおかげでということで、一応喜んでるという。てか、まあ、その、喜んでる体でツイートしたら、伸びるやろなと思ってツイートしてしまった、正直。別にこれで、浮かれるのをちょっと、まあ、なんやろ。別に浮かれるようなことでもな、みたいな。まあ結構、なんやろな。まあ自分で言うのもダサいけど、自分に厳しいから、俺は。別にこれはまあ、今まで。まあそれも結局でもフォロワー多いっていうのは、俺が積み上げてきたことやねんから、喜びはええねんけど、まあでも別に、YouTube でバズったやつがなぁ、本売ったらそらまあそれなりには売れるやろ、みたいな。で、まあ、あれやったんやけど、紀ノ国屋のランキングの並び、開業、夢、ハテナで画像をつけて4000いいね。これが YouTube で鍛えたマーケティングですわな。これすごいよ、だって。60万インプレッションやからな。しかも売れてる本らしいっていう情報を60万人見るって考えたらこれでかいよ。これ広告代理店頼んだらほんま何万円かかん、何十万円かかんねんっていう。これをやっぱな、著者本人ができるって。ここで差つけな。単価じゃ差つけられへんからね。単価俺より上手いやついっぱいおるから。ツイッター俺より上手い単価の人おらへん。うん。単価界で、そう。
俺が短歌界で勝てるのは、その短歌能力ももちろん、俺は1位やと思ってるけど、俺はね。でもそれは分からへん。人それぞれか。ただ、こう、ツイッターはもう間違いなく一番上手いか。これ気持ちよかったな。夢、はてな。別にほんま俺は、まあそんなやろ、こんな降りたこと言うのもちょっとダサいけど、まあでも、ベテラジはこれは俺が素を出すというか降りる場所やと思って喋ってるんであれですけど、別に俺はなんか、そらーなーっていう、フォロワーが買ってくれてるだけ。いやもちろんありがとうございますなんですよ。感謝はもちろんしてますけど、こんなんで浮かれてても、ハンチバックはだってな、文学パワーのみで芥川賞ってバカ売れしてるわけやから、そっちの方がかっこええよ。けど、まあ、そう、喜んでるよっていうツイートをして、こう、いい。で、これ極めつけが昨日起こりましてね。これ、まあ、ツイッター見てる人にはもう知ってるよっていう話なんですけど。まあ、転売ね。俺の歌集をメルカリで転売してるやつが現れて。まずこれ視聴者に DM で教えてもらいましたと。で、ここで俺がまず思ったのは、まあ、空あるやろなと。まあ普通に腹立つなっていうのももちろんあったんやけど、まあでも俺転売って基本賛成派なんですよ。賛成派っていうか反対ではない。まあしゃあないなって思ってるんですよ。で、僕が最近まあ古着屋とかやってますけど、まあ古着屋っていうほどでもないポップアップ。2ヶ月に1回。次回9月3日あるんで、ね、ぜひ来てくださいなんですけど。まあ古着屋とかも結局、海外の倉庫とかから誰かが仕入れてきたやつ買って売ってるだけなんで、卸売りで。結局古着屋ってまあ自分で買い付けに行って海外とかもありますけど、それも結局どっかで買って売ってるんで、まあ実質転売というか、でまあその転売の程度だ、そこにセンス乗っけて転売したら古着屋になるし、古本屋とかもね、だかそこにセンス乗せずにただただ買ってきて売るやったらまあ転売になるっていうことで、まあそんなにまあ区別ないというか。んでまあ視聴者から、いや転売してる人いましたよって送られてきて、おもろって、ほんで見たらもう5冊上がってて、こいつらアホやなって思って。でまあムカついたっちゃムカついて、なんか、いやなんで俺こんな死ぬ気でお札の表紙になるんですかと、なるんじゃないですかとか、おだてられて、で無料でサイン書いてんのにこいつらにこんなことされなあかんねんってで思って、でもまあここもう、まあ、内心ちょっとこうおもろいかもしれんつって、でまあ腹立つわと思って、その反射でコメントしたろうと思って、思いついて、でコメントになんて書こうかなって思って、でそこでもう、あこれツイートしようって、あツイートじゃないか、今 X に、ごめんなさい、すいません、 X に変えました。ちょ、これ X にエクシーズ載せようと思って、でこれなんて書こうかなっつって、まあ著者本、なんかこういうの好きなんすよね、ツイッターの人って。なんかなんていうの、正義が悪を成敗するみたいな、こういうのいいやんと思って、だから成敗したろうと思って、でこれ何にしよっかなって考えたときに、まあ著者本人です、死んでくださいやなーって思ってでもまあメルカリに死んでって書いたら赤バンされたら困るんで、メルカリ使えんくなったら、だから著者本人です、丸んでくださいっていう、まあ文面整えてこれやーって言って、でまあスクショ取って、まあ当然上のね、iPhone の時間のやつとか、あとスクショの時のバーみたいな、消して、トリミングで。これまず俺ずっと思ってんだけど、YouTube の動画のスクショとかをさ、YouTuber が告知ツイートするときにさ、スクショの下にさ、横長の棒出てるやつ、あれ全員ダメね。うん。棒出たままスクショで宣伝ツイートしてるやつも全然ダメ。うん。ほんまに。まあ、全然雷獣壁とか、まあ俺もたまにミスったらそういう時あんねんけど。もうそういう一個のその横棒にこだわられへんやつ、ほんま嫌いやねんけど。まあまあだから俺はその、今回その、メルカリでその、転売に切れるにあたって、もうその上に出てる時間とか全部削って、できるだけ見やすくして、著者本人です。死んでください。で、文面どうしようって。ここはでも、この画像を開かずにスルーする人もおるかもしれんから、転売と、で、まあ、俺が怒ってるっていうのは入れた方がいいなっていう。で、これ死んでくれや、俺の感情を表現するために最高なのは、って言って。で、ツイート。転売ほんまに死んでくれや。著者本人です。丸んでください。2.3枚で。でかい、でかいですね。
気持ちよ。いや、奇才やん、ツイッターの。こんなこっすい、こんなこっすい宣伝ある？今なんとインプレッション数最近見れるんですけど、表示された回数408万回表示よ。この転売してくれた人ほんまにありがとう。いやほんまに命の恩人や。あきちゃんかっこコンビニ払いお断りが9800円で転売してくれたおかげで俺の1800円の本。気持ちいいわ。利用したった転売や。ほんまに俺こういう気の強さあるからな。俺自分のこういうとこほんま好っきゃわ。いや、ざまあ見さらせよほんまに。まあ向こうも別に結局な、確かそれ3000円ぐらいで売れてたから儲かってんねんけど、1000円ぐらい。まあまあ、ほらしいよな、新宿までツイッターの情報見てわざわざ買いに行ってさ、3000円、1000円儲かった。こじきやん。すいません、放送禁止用語でした。困る気やん。あきちゃんかっこコンビニ払いお断り。ほんまに。こじきの方がよっぽどええよ。正々堂々やってねんから。お金ください。ホームレスの方とかの、お金困ってるんでお金ないんです、こいつは。いやほんま、でもありがとう。408万回俺の歌集のサイン本ツイッターのタイムラインに表示される、こんな宣伝ないで。宣伝の時代終わった、やっぱ、うん、宣伝はコンテンツに潜り込ませる時代なんですね、うん、これが広告 2.0。来週壁聞いとるか。てかこんなありがたい著者おる？アナログ社からして。こんな美味しいことある？まあ、もちろんね、仕事一生懸命やってくれてるんで、まあ、もちろんそれに、なんだろう、ありがたいんですけど、感謝はもちろんしてるんですけど、著者が勝手にさ、本の転売にさ、死んでくれやってツイートしてさ、400万回表示よ。でも売れてないんかな。てかリンク貼っとけばよかった、 Amazon の。ミスった、リプでリンク貼ろう、忘れた。これ良くないとこ出たな。俺のいいとこと良くないとこが同時に出てる、こういう時に。てか今さ、俺の本も在庫ないらしい、売れすぎて。本でしんどい、辛い、なんで在庫ないね。書いとこ、ほんまに辛い。なんかもう売れすぎてないらしい、なんでやねん。俺が X バズらしたの意味なくなっとる、辛い。ほんまに。でも増刷分が8月下旬にできるらしい。2週間かかる、2週間かかるんか、辛いなぁ。急いでくれへんかなぁ、出版社。マジで。そう、まあでも、いっぱい売れてよかったですね。いや、気持ちよかったなぁ、これ。こういうなぁ、やっぱ負けんかったっていう経験が大事やからなぁ、生きてく上で。ようあるやん、ツイッターとかでさ。なんか痴漢されたけど、めちゃくちゃ成敗できた、あれマジしといてよかった、みたいな。あと逆にその、あの時あれパワハラやったんや、みたいな。あの時ちゃんと言っとけばよかった、とか。あの時悔しいってなんで私言わんかったやろ、なんで俺言わんかったやろ、みたいな。やったった。なんせまず死んでくださいって本人送ってるしな。だってさ、人にさ、合法的に死んでくださいって送ってさ、送れることなんかないで。褒められたんやから俺、メルカリでコメント欄に死んでくださいって書いて 2.3 万人に、面白いねって。嬉しいよな、ほんまありがとう転売屋。うん、でまあ、あの予約もできますんで、今ね、サイン本とか、まあ、あと Amazon でも買えますし、まあ、あの発想とかもしかしたらね、ちょっと遅くなっちゃったりとかあるかもですけど。
ちょ、今予約できるんで。はい、初犯在庫切れですと。まあでも1万ぶれたらハワイ行くんでね。ハワイ行きたいな、印税で。うん、アマゾンももう買えへんくなってるからな、今。もったいないわ、マジで。こんなバズることないのに。転売に切れて。これでアマゾンで買ってみようかなって思った人何人逃してるんやろ、マジで辛い。もっと多めに印刷しとけばよかった、マジで。ひよった。言っとけばよかった、会議で。会議なかったけど。部数決まりました、これぐらいです、みたいな話になった時に。僕もっと売りますよ。なんでもっとすらないんすか。言えよかった、まじで。悔しい。悔しいを吸う、まじで。うん。でもハワイ行きたいな、ほんまに、印税で。はい。ということで、ちょっとメール読んでいきましょうかね。あと、まあ、サイン本とか、まあ、本買った人がみんなツイッターとかインスタ載せてくれてよかったな。まあ俺がその引用でストーリーで引用してアップしてるから、それで嬉しくて、反応来るから嬉しくてあげてくれたっていうのはもちろんあると思うんやけど。でもまあそれのためにね、1800円もする本買ってくれたっていう、本当にみんなありがとうございますっていうことですよ。はい。ということで、メールいきたいと思います。ドブネーム、ハガさん。ベテラジではですね、まあ、聞いてるだけでサブカルブルーラジオ、あと世界一視力深いラジオっていうのを目指してまして、今週視力深かったんじゃない？なんせ褒められてんのにキレてたからな。今週も今週とて。ほんで転売屋に死んでくださいって送ったし。でもこういうな、視力浅さ、好きやな、自分のな。メール読みます。ドブネームコーマスさん。紀ノ国屋書店で青松明さんのサイン本4を購入しました。ありがとうございます。高校生くらいの青松さんファンっぽい方が買おうかなとそわそわしているのを見て、いい背伸びの仕方しているなとすごくほっこりしました。いいですね。4はかなり自由律で慣れていないと読むテンポが難しかったです。好きな詩は、君は愛について簡単なスライドを用意するこの週末までにです。そろそろ本気で恋愛しないと。そうですね。これも歌詞に入れた短歌ですね。君は愛について簡単なスライドを用意する。この週末までに。まあ、定型に合わせて読むと、君は愛について簡単なスライドを用意する。この週末までに。君は愛について簡単なスライドを用意する。この週末まで。はい、ありがとうございます。まあ別に、なんか、言うことはないな。ありがとうございますって。はい。続きましてね、ドブネーム雪だるまさん、31歳女性の方から、俺普通のお便りとのタイトルで、こんばんは、こんばんは。いつも楽しくラジオを聞いています。駐在に帯同している東南アジア在住の者です。あ、中妻ね。中妻だ。言わんでもええけどな。前回の雪オタクが出ちゃってるベテさんの話で、10年くらい前に自分も雪ちゃんがめちゃくちゃ好きで、当時の青春が詰まっていることを思い出しました。今は自分より子供優先の生活になり、あ、まあね、そうでしょうね。中妻ってそうなんかもな。やっぱ向こうで暮らしを守らなきゃみたいなあるんでしょうね。ここ数年自分の好きだったものを忘れていた気がします。思い出させてくれてありがとう。まあそうやな、確かに。ってなったらやっぱ駐在に帯同してるっていう情報はやっぱいるわ。大事だわ。そこがやっぱ自分の人生のなんかこうね、夫を支え子供を支えって、すいません、思い出せてくれてありがとう。まあそうですね、忙しいとなかなかっていう。好きなものや続いてほしいものには感謝を伝える、そしてお金をきちんと落とすのって大事だよなと感じ、 YouTube もラジオも続けてくれてありがとうを伝えたくて初めてメールしました。いつまでも修行に付き合いますよ。ありがとうございます。
いつもありがとう。日本に帰ったら4買いますね。はい。いや、いいメールですね。こういうメールでいいよ、みんな。うん。こういうメール本当ありがたいです。ありがとうございます。お金落としてほしいな。いつでもね、ペイペイお待ちしてますからね。あと、天城府ね。うん。みんなのな、なんか、最近のな、あれが、最近のみんなのな、ドグネームはな、もうすごいのよ。もうみんなのな、その自己主張がすごくてな、もう、疲れちゃうからな、そう、こういうその、ニュートラルなお便りもね、欲しいですよっていう。はい。続きまして。ドグネーム、ハガさん。第一歌集4買いました。ありがとうございます。今週これ書いて送ってくれる人多かったですね。みんな優しいね、ほんま。気遣い。ありがとう。別に無理して買わなくてもいいからね、ほんまに。興味あったらでいいんで。サイン本売ってる店がたまたま近くでラッキーでした。いや、サイン本も今ないからな、ほんまに。どこにもないらしい。なんか、羽文庫っていう、俺が一回動画で紹介したこともある、大阪でまあすごいお世話になってる、書店さん個人でやってるね、短歌と詩の本屋さんがあるんですけど、そこに至っては、列できてたらしい。夜しかやってないから、そこ。店主の池上さんっていう人が普通に他で仕事もしながらやってられるんで、そう、ほいで、夜19時オープンとかねんけど、19時に羽文庫の前行ったら列なってたらしくて、サイン本買いに来た人が、そうですぐなくなったって言ってたけど、はい。ありがとうございます、本当に。直筆単価はネットワークから切断されました。接続します。敬礼します。でした。大切にします。渋いですね。今ちょうどね、一週分しか書いてない。一週ちょいかな。だから、396個単価が入ってるんですけど、400多分20ぐらいしか書いてないんで、ほぼあなたがあるやつがね、その1個しかないサイン本なんで、一週目ね、しかも。だから大事にしてください、本当に。転売なんか本当持ってんのかです。はい。で、大切にします。ありがとうございます。話が変わるんですが、ベテランさんが影響を受けた人物を知りたいです。思想の面で。これ難しいなぁ。なんか今週ほんま忙しすぎて、あんま何返そうか考えずにメール読んじゃってるんですけど。影響を受けた人物ね。まあでも本村博士の話は先々週ぐらいにもしたんで、ちょっと飛ばすとして。まあ今回、なんやろな、話すとしたら、まあ思想ってなると、まあそのいわゆる思想はなんか唐谷公人っていう、まあ結構まあちょっと俺より年上の人からしたら、まあみんな知ってるような当時の思想界のスターみたいな人がいて、80年代とかに活躍したのかな、多分。っていう人で、まあなんか今結構哲学者みたいな感じでなんか賞を取ったりして海外でも有名なんやけど、あれこれどっかで話したっけ、唐谷公人の話って、うん、大学1年ぐらいの時になんかちょっと文学思想みたいなのにかぶれようみたいな自分で思って、大学1年の時にいろんな、それこそ当時のまあ東博樹とかも読んでたし、日本の批評みたいなの読んで、まあ海外のちょっと哲学の入門書とかもいろいろ読んだりとか、いろいろまあそう読んでて、うん、唐谷公人はまあ結構影響受けてて、まあ思想の面でっていうか、まあどこに影響を受けたっていうとむずいんですけど、まあ、どういう人かっていうと、まずなんかもともと文学批評で出てきて、文学評論、夏目漱石とかの評論だから、ゴリゴリの、まあもっと今より文学2級やった時の文芸誌とかに載るような批評の本で登場して、だ最初は何から出てきたんやろ、意識と自然とかやから、それは多分夏目漱石論かな。で途中まあ文芸批評みたいな、なんやろ、日本近代文学の起源っていう、まあそれもまあ文学評論かなとかがあって、でまあそうか、マルクスその可能性と中心っていう、マルクスその可能性の中心っていう、なんかその
マルクスっていう、まあ、共産主義作った人、まあ、なんやけど、その、当時の、まあ、左翼の哲学みたいなのを、まあ、結構、まあ、重鎮なわけやけど、マルクスって。そのマルクスについてのあれを、その文芸批評家が書いてるっていうのが結構新しいみたいな、多分なって、それが70年代かな。で、まあ、それが多分、どれがヒットして有名になったんかっていうのを俺ちょっと当時生きてないから分からへんねんけど。どこからそのスターになったんかっていうのはちょっとよく分からへんくて。まあ、でも80年代のニューアカブームみたいなのが来たから、後から再評価されたみたいなのはあんのかな。頑張ってて当時。そうですね。で、まあ、そっからまあ、徐々に哲学っぽい仕事増えてって、で、今は結構なんか海外とかで、何やっけ、あの、台湾のあいつが評価したみたいな、ね、何やっけ、タンみたいな。オードリー・タンか。そう、最近はその、台湾の IT 大臣、オードリー・タンとか、あの、おるやん。オードリー・タンってなんかめっちゃ若くて、台湾の IT 大臣になってみたいな。見た目めっちゃおもろくてみたいな。で、まあなんかその交換様式っていうのがあって、それは結構その哲学寄りの仕事するようになってから、それは俺読めてないんやけど、世界史の構造とか、とかで言うようになった。トランスクリティックとかからも始まってんのかな、ちょっとわからへんけど、まあそう、そういうちょっと、人がいて、その人の、その初期の、批評みたいなのが、それこそ何やろ、2000年代とかに流行った、まあそれこそ東博樹とか、まあ、うん、まあいろいろおんねんけど、宇野さんとか、宇野恒博かとか、まあその辺のなんか、界隈の一個、前の世代の批評家みたいなんで追って、で、まあその周辺にも、まあ他にもいろいろ追ってみたいなあって、まあでその初期の、そうね、まあ今回のその、あれにも入れようと思ってるんですけど、あの、4の選書フェアみたいなのにも入れようと思ってるんですけど、批評とポストモダンっていう本とか、探求一っていう本とか、まあ、結構なんか大学1年の時に読んで、うん、で、まあ内容は正直何も覚えてないんですけど、なんかこういう風な文章を書くとかっこいい文章として人にさせるんやっていうのをすごい影響を受けたっていうか、なんか今僕がたまにブログに書いてる文章とか、まあ今回の歌集の後書きとかもそうなんですけど、こう、口ぶりは、あんまりポエムっぽくないんだけど、一個一個の文章には飛躍があって、だから、ドライに散文っぽく書いてるように見えて、内容はすごいポエム的みたいな書き方の文章とか、あとまあ立ち居振る舞いみたいなのが結構まあ影響されたというか、でまあ好きですね。まあなんかまあ、ほんまにソリッドっていう感じ。面白いですね。で、まあ昔引用した、ツイッターで引用した文章、笠井清っていう、これもまあ批評家というか SF とか、あ、SF じゃないや、ミステリーとかの評論家で、まあこの人もまあ思想家みたいな人との対談の本で、ポストモダニズム批判、拠点から拠点へっていうのはあんま有名じゃない本あるんですけど、そこで唐谷公人が、だから僕は明晰以外は絶対に勝利できないと思っている。今だって同じですよ。何やら詩的にのたくってたってしようがない。チャチな言葉遊びで生き延びられるはずがないんだ。っていう、まあ対談の中のセリフがあって、うん。これはすごい好きで。こういう詩的なものを否定して明晰にしようとするっていう書き方なんですね。で、本来その文芸批評っていうのは、結構まあなんやろ、レトリック重視みたいなところはあって、まあそこの内容の理論みたいなところよりも、その、レトリックでいいこと書いてるように見せちゃえるみたいなのが、まあ、それこそ小林秀夫とか、文学批評みたいな始まりの時からあるんですけど、この、まあ唐谷公人ってまあ東大卒なんですけど、東大の経済学部卒なんかな、学部が。だまあそういうちょっと理系っぽいというか数学っぽい要素も本人にあるっていうので、その本人のまあ著書も
数学基礎論みたいなのが好きやったりとか、まあそれもなんか結構ガバガバやって数学畑の人から批判されたりとかあるんすけど、だ結構理系っぽいこと言いたい人で、だこの、まあ今話した、だから僕は明晰以外は絶対に勝利できないと思っている。明晰ってだからあれね、明るくて冴えてるって意味ね。今だって同じですよ。何やら指摘にのたくってたってしようがない。チャチな言葉遊びで生き延びられるはずがないんだっていうのも、まあそういう文脈があっての話で、でまあとこれはまあ背景もあって、体に公人っていうのは、まあ60年代に東大経済学部を卒業してて、で60年代ってまあ学生運動の時期で、それこそまあマルクスとか、まあみんな読んでてみたいな。でまあ全教頭とかが、まあ60年代後半とかになるのかな。でまあその、体に公人っていうのはだからゴリゴリもともと左翼で、東大駒場にあった寮に住んでて、でそこでまあ学生運動とかの人の、まあ、近くにずっといて、で60年にまあそうか東大に入ってっていう、文一入ったらしいんですけど、でそのなんやろ、その全共闘世代のなんか全共闘というか60年安保のあれがで、その、なんか、皇族世代として出てきたみたいな。まあ、この辺ちょっと僕、左翼に対する知識がバカバなんで、ちょっと間違ってるかもしれないですけど。なんか、まあ、文徒っていうの出身らしいんですよ。文徒っていう、駒場の、そのなんか、寮、駒場の寮を背景に、まず当時の左翼運動って結構行われてて、駒場に限らず、いろんな学生寮。まあ、今でも京大にね、吉田寮とか、吉田寮でしたっけ、ありますけど、でそういうその、駒場にいるその文徒の一派に属してて、でこれが、まあこれ今ちょっと調べた資料見ながら喋ってるんですけど、安保闘争っていう60年にあったやつがまずあって、これで負けます左翼は。まあ左翼って基本まあ負け続けなんですけど、学生運動とかでまあ分裂して、でそれが、中核派とか角丸派になりますと。でこれがまあ要はまあなんていうの、本体日本共産党の本体、なんていうの、まあ、民政とかもそうかな。これをなんか、共産党用語でなんていうのかわからないですが、日本共産党のその本家から、革丸とか、革命、なんていうの、革命マルクスなんとかかんとかかんとかみたいな団体と、中核派っていうのが、まあ、もうちぎれてって、これがだから、新左翼ってやつに、いわゆる、多分。その日本共産党っていうその昔からおる左翼に対して、こう学生運動とかで世界を変えていくぞっていう、そうでまあそれで遅れて、まあその中華革丸派が消えてった後のその残りの分とみたいなのが東大駒場にいて、でその中にまあ属してたという体に公人は。でそこでそのいろんなその左翼をまあ見て、でそいつらに対してなんかまああんまりちゃんと俺は調べてるわけじゃないんやけど、いろいろ思うところがあったらしく、でこのまあもうごめんな、ちょっと今回ちょっとめちゃくちゃな回やめちゃくちゃな回や今回で、なんかその明晰以外は絶対に勝利できないと思ってるっていうのが、要はどういう文脈で出てきたかっていうと、教区っていうのがあって、これ詩の同人誌なんですけど、あの教っていうのはあの大教の教ね、基地教の教、大教の教にあの区画の区、教区っていう詩の同人誌があって、でこの辺の世代が、まあ、64年とかに創刊して、まあ、天沢泰次郎とかですね、天沢泰次郎、これがまあ詩人で、この人も東大卒なんですけど、まあ、結構なんやろ、60年代史を代表するスターみたいになって、まあ、出てくるんですけど、この教区のメンバーとかは、もう詩的にのたくるようなタイプのやつらなんですよね。まあ、結構、ま、フランスに被れたような詩書いて、で、批評とかも、こいつらの文学批評は結構もう、めっちゃもうその海外のフランス思想みたいな影響丸出しで、ちょっとなんやろ、学歴自慢みたいな、なんかこう博学自慢みたいな文章書くやつらが集まってるみたいなのがまずあり、
で、まあ確かこの対談でも教区とかマジ俺はつまらんと思ってるみたいな。思んないみたいな。で、まあなんかその、で、そこに対して、それこそ唐谷浩人とかはデビューも遅いんですよね。41年生まれなんで、天沢泰二郎は何年生まれだ ?36 年生まれか。だから5つ違うんで、結構ずれてて。69年やもんな。この夏目漱石の意識と自然で、賞を取るのかな。そう。っていうのがあり、明晰以外は絶対に勝利できないと思っているっていう発言になるんですけど、でもこのね、だから僕は明晰以外は絶対に勝利できないと思っている、今だって同じですよ、何やら私的にのたくってたってしようがない、チャチな言葉遊びで生き延びられるはずがないんだっていう発言自体はすごい私的な発言なんですよね。これまあ伝わるかな。一文一文はめちゃくちゃわかりやすくて意味は通じてるんやけど、この文全体の構造を見てほしい。明晰以外は絶対に勝利できないと思っている、うん、これはまあ別に意味わかる。今だって同じですよ。そうかもしれない。何やら私的にのたくってたってしようがない、うん、チャッチな言葉遊びで生き延びられるはずがないんだ、一個一個は別にわかるんやけど、なんでこういう流れで論理を展開してるんですかっていうことは、一個一個めっちゃ飛躍が大きいというか、何やら私的にのたくってたってしようがない、なんでって、チャチな言葉遊びで生き延びられるはずがないんだ、これは完全にもうポエムですよね。明晰なこと以外は意味がないっていうことを全く、まあ、もちろんこの4文だけ取り出してっていうのはしょうがないんですけど、やってもよくよく考えたらこれはなんか何も言ってないっていう。俺は明晰に語るのが好きだっていう。それをチャチな言葉遊びで生き延びられるはずがないんだっていう強くて短いフレーズでバーンってぶち込んでいくっていう、このスタンスというか、このシステム、このポエジーみたいなのがすごい影響を受けてて、だ結構唐谷浩人読んでるのっていうか、まあ日本の批評読んでるのって結構バカにされるみたいなのあるんですけど、僕は結構もうポエムだと思って読んでるんで、日本の文学批評、文芸批評、そういう意味ではすごい面白いですね、うん、で、それこそその唐谷浩人のその初期のまあ探求とかまでかな、で、一回その2年ぐらい鬱なって休むみたいな時期が来るんですけど、80年代後半とかなんですかね、80年代中盤ぐらいかな、うん、で、なんかそのそう、一年何も書かへんみたいなのあったらしいんですけど、そういう、まあだから初期に夏目漱石の表出てきて、そこから数学っぽいことやってって、その鬱なるまでの期間に、どんどんそのなんか、書いてる本の内容も、明晰なことを書こうとすればするほど、その明晰であるということには根拠がないということに気づかざるを得なくなる、みたいな本をいっぱい書いていくんですよね。まあ、これもちょっと僕専門家じゃないんで説明間違ってたらすいません、詳しい人。例えば隠喩としての建築っていうのはどういう本かっていうと、まあこれ読んだの昔なんで説明むずいんですけど、まあ日本の文化っていうか日本の知的なものと近代西洋の知的なものっていうのは間違っててみたいな。で、西洋の知的なものっていうのは建築なんだと。で、それ何かっていうと、その基礎があって、その上に積んでくのが西洋近代なんだ、みたいな話で。で、これが最終どうなるかっていうと、この、じゃあこの建築を基礎づけてるこの、これはなんやねんって。なんで西洋のやつは、人間の知的なものって、積み上げてったら何でも解決できるみたいに思って生きてんねやろうっていう。で、これはわからんよね、みたいな。まあ、めっちゃふんわり言うとね。もっとほんまちゃんといろんなこと書いてますよ。みたいな話。で、これが、それこそ日本近代文学の起源とかだったら、同じようなシステムで、まあ、日本近代文学っていうのがありますと。で、日本近代文学には、例えば風景っていうのが出てきますと。風景。あと、児童っていうのが出てきますと。で、内面っていうのも出てきますと。で、まあ、児童の発見、風景の発見、内面の発見ってこう、5個ぐらい文章並んでるんですけど、全部、この児童っていう概念は今僕たち日本近代文学では当たり前に使ってますけど、
実はこうこうこういう理由で西洋からこういう風に入ってきたもんですっていう。で、これ何かっていうと、実は俺ら当たり前やと思ってるんですけど、何も基礎付けてるものってないんですよね。っていう文章なんですよ。っていうのがもう、ひたすら続いてく流れっていうのがあって、で、まあ最後、ちゃんとそういう文学と思想、まあだから今これ何かっていうと結局だから、めっちゃ単、まあこれも間違ってる可能性めっちゃあるというかまあ、ふんわりなんですけど、ずっとこれ何の話してるかっていうと、理屈でなんかを割り切ろうとした時に実存が残るよっていう話に、まあすっごい単純化すると言えちゃうっていう。探求一っていうのも、まあどういう本かっていうとなんか、これはすごい哲学寄りにしたら、なんか、人と人とが、なんかコミュニケーションするときにみたいな。このコミュニケーションっていうのを基礎付けてるものっていうのはないんやけど、この基礎付けてるものないっていうのを飛び越えるこの、他者、絶対的な他者とか言うねんけど、その、絶対的な他者に対する一度きりの飛躍っていうのがあって、これが他人とのコミュニケーションを基礎付けてるんだ。でもこの絶対的な他者とか一度きりの飛躍って何やねんって言ったらこれ分からんっていう言葉でそうやって名付けてるだけで、これは結構ポエムの構造に近いっていうか、美しいって何なんやろうみたいになった時に、いやこれって美しいねみたいな、その突き詰めてったらなんか気合だけ残りますよっていうこの構造、この神秘的なもの、まあそれこそ否定神学とか、まあ何やろ、日本のあれやったら言うんかな、批評用語みたいになってる。このこいつ、まあこの空手に向上の人生、こいつのその初期の人生は東大の経済学部に入って経済学ぼうかなって思ってたんやけど、なんか知らんけど文学に取りつかれて、でその理論みたいなものと、で理論でその鬱なる直前になんか体に更新がかぶれてた理論っていうのはどういうのかっていうと、なんか数学っていうのはなんかその数学自身で閉じてるから、この数学全体を正しいっていうためにはなんか無理になるみたいな、まあめっちゃもう説明難しいけど、まあほんでその理屈もほんまに合ってんのかみたいなあるらしいんけど、なんかまあだから俺がこの、まあ、これもめっちゃ簡単に言ったから、この、俺が生きてこの考えてる理屈ってでも結局なんやねんっていう。この実存。この実存は、理屈では解決しようがないんですよっていうのをずっとやり続けて終わるっていう、この。まあ、だからそれは正しく文学批評なんやけど、めっちゃ。だそこがすごい好きで。で、これが、何が偉いって、こういうことを考えた時に、文学の方に完全に足を行って、レトリックとか、それこそ詩的にのたくるような文章を書くこととか、エモいことを書くことってできるんやけど、そっちに行かずにひたすらテキスト上はエモくないことをやろうとするっていう。だからマルクスはこうですとか、カントはこうですとか、夏目漱石はこうですとかで、理屈でずっと攻めようとしてくんやけど、最終的にその、一度きりの飛躍、絶対的な他者っていう。絶対的な他者ってめっちゃエモいっていう、これ。で、絶対的な他者やで。何言っとんって話や。なんか。それってなんか、運命の恋人みたいなのと何が違うんっていう。一度きりの飛躍ってなんか、白馬に乗った王子様がやってくるみたいなと何が違うんっていう。っていう、その、この矛盾。矛盾というかなんか引き裂かれたものみたいなのがすごい好きで、まあそれはでも自分のあれとも近いんかな、もしかしたら。なんかわざわざめっちゃね、偏差値高い高校大学行ってポエムとかに取り憑かれてね、わけわからんことずっとやっててっていう、でもそういうのがはい影響を受けました。ごめん、意味わからんかったよな。意味わかったかな。わからんくてもいいねんけど、ちょごめん、ちょもう疲れてて何話せばいいかわからんかった今日。